僕が生まれてすぐにお母さんと離婚をして義理の父親のもとで育ったんです。で小さい頃から何かこの寂しさみたいなのがあったんです。で高校に入ったら街で出会った人を捕まえて暴力を振るってお金や物を取って自分のものにしたりしてました。17歳の時に一人で東京に家出のようにして出たんです。すぐにもう貯金もなくなってしまって本当に恥ずかしいですけど拾って、物を食べたりとかしながら でもうどうしようもなくなって新聞配達の仕事をすることに決めたんですよ。 でもその仕事をやり始めて1ヶ月後に、交通事故をしてまた退院して仕事に戻ったんですけど同じ年にもう1回事故をして頭を打ってしまって脳挫傷になったんですね。だから今もこの頭にはボルトが入ってるんですけど退院をして療養生活を送ってたんですけど今度はだん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 精神的に落ち込んでしまってうつ、そして人が怖い、それで引きこもり、一体自分は何のために生まれてきたんだろう、仕事もない、友達もいない、全く一人ぼっちで、むしろ生きていたら迷惑になるんじゃないか、拳銃を手に入れてそれで一発で死んだら楽じゃないかとか、本当にそういうことを真剣に考えてたんですよね。でも本当に家族がそういう自分を見捨てずにいてくれて、電話越しで弟は泣きながら兄ちゃん頑張って俺がおるんやけ、家族がおるんやけ、そんな僕でものことを兄ちゃんって呼んでくれるって、家族と思ってくれるそういう存在がいるんだなっていうのを感じて、どん底かもしれないけどまた一から生きていきたい思うようになったんです。そうこうしてる時に夜中散歩してたんです。教会の看板があったんですよ。こう書いてあったんです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。その突き刺さったんです、心にその言葉が。僕家に帰ってその言葉を自分のノートにこう書いたんですね。それでこれは聖書の言葉だからある決心して、で自分で本屋さんに行って聖書を買って読むようになったんですよ。そしたら同じようにいろんな言葉がこう自分の心にこうなんか言ってくれてるように思ったんです。もう絶望して死にたいと思ってるような僕に、私のところに来なさい、私が休ませて、なんかこの聖書の神様がいるなら生きていけると思うようになったんです。そしてまたこの神様がいるって思ったんですね。でそれから教会に行くようになって、そして事故の後4年間落ち込んでたどん底状態の時に、自分の中にはどうすることもできないなんか嫌なものがあると思ったんですよ。でも神様はそんな僕のことを愛してくれてる、その証拠がイエス・キリストが十字架についてくれた代わりに、僕の代わりに罰を受けて死んでくれたから、僕の罪はそのことで許されるんだ、引きこもって、誰も自分のことなんか愛してくれない、もう人と関わることもできない、僕は一人だと思ってた時、その時も神様は見ててくれて愛しててくれてた。もう本当に僕はこの世の中で一人ぼっちみたいに思ってましたけど、でもそうじゃない、神様は生きていて愛してくれてて、そして救ってくださる、希望を与えてくださる、僕にそういう風にしてくれた神様は全ての人にそのことができると僕は信じます。
に時間を稼いでます。いいビデオでしょ。Isn't that a great video? いいストーリーでしょ。It's a great story. あのセブンメディアっていうあのメディアミニストリーをしてるところにあの働いた時にインタビューさせてもらいました。I was working for this ministry industry that they're doing this Christian video clips for the evangelism. That's where I work and that's how we created the video of testimony. 初めて彼に会ったのは東北の仮設住宅。I met him personally in the temporary housings in Fukushima after the earthquake. 初めて彼を見た時の印象はもうかっこいいやつだ。なんかケンシロウに似てるなと思ったの。北斗の拳の。When I first met him, he was so cool. He was like really good looking, and I thought he was an anime character, Ken Shiro. 友達になろうと思って。So I walked up to him and said, I'm Takeshi. で彼が、あ、西尾の剣です。And he introduced himself saying, I'm Ken Nishio no. だと、西尾の剣。北斗の剣。ちょっと似てるでしょ。The face and the names even look similar. Thank you, Chim. Thank you for showing that. So anyway, he went through a hard time in his life. 両親の離婚. His parents divorced. 義理のお父さんのところで育って. And so he was raised with a stepfather. 寂しさを持って. So he was lonely. やんちゃをして. And he did made some troubles in his life. あの、ここではもうビデオでカットしてますけども。お前そんなことしたのかっていうことがいっぱい出てる。I didn't exactly put it in the video clip, but there were so many stories that I could really share publicly. でも事故を起こして罪悪感が湧いてきて自殺願望、うつ、本当に辛いところをくぐります。But then he got into an accident and got depressed and all these things that happened that would lead him to suicidal ideation. もうまるでケンシロウ胸に7つの傷を持つそういう人生ね。Just like that anime character, he has 7 scars. Just like that, Ken had a lot of scars in his life. でもそのもうずんどどんずんどこ？どん底の今いいところだったんだけどな。もうどん底のところにイエス様に出会った。So he hit the rock bottom. He was just he had nothing to lose, and then that's when he met. 福音を聞く。He heard the gospel. 御言葉を聞いて。And listened to the gospel. 神様の愛を知って。Come to know the love of God. 神様の恵みを知って。And His grace. 神様の許しを知って。And His forgiveness.神様の許しを受け取って Receive that forgiveness in his life. 全く新しい人生が始まった And his completely new life has begun. もうなんかめちゃめちゃいい感じの人でしょ So he seems like the nicest person in the world, right? 恐喝とか強盗とか強盗とか言っちゃいけないんだけどしてた感じは見えないでしょ He doesn't look like he gets involved in like robbery or like violence kind of thing. 神様は本当にどん底のずんどこの人を最高の人に変えることができる。God is someone who is able to transform someone who is a rock bottom, just the worst person into someone wonderful. 闇の中から光に連れ戻すことができる。Can bring back someone who is in the darkest darkness into the light. 暗い心から幸せいっぱいの心に変えることができる。Someone whose heart is shadowed, the darkened, can be brought to a place of hope. その力はどこから来るのか? Where does that come from, though? That power? それが今日伝えたいこと。 That is something that I want to talk about today. その力の一つは、自分は許されているっていう確信、アイデンティティから来ると思います。 One of the sources that comes from is that identity as the forgiven one.さて皆さんはですね自分がもう 100% ねもうここからそこまで全部 100% 自分が許されてて受け入れられてるっていう確信がありますか So I have a question for you from the head, top of the head to bottom of the feet do you have the assurance that 100% assurance that you are loved and forgiven いろんな表情ですけどちょっと違う角度から質問してみますね and I want to ask the same question from a different angle じ
手挙げなくていいんで。I don't want you to raise your hand or anything. 自分の心に正直。I want you to be honest with yourself. それ心の中で答えてみてください。And I want you to answer yourself the question. 勢い余って言わないように。And don't speak up. First, because it's something private. 例えば。For example. 私は人と目が合うと怖くなって目を避ける。I, when I look into someone's face to face and eye to eye, I get afraid and I look away. 人と会うのが怖い。I'm afraid of meeting with someone. これはどうか。異性とうまく話せない。I have a very difficult time talking to a different sex or a different gender. 逆に同性とうまく話せない。Or vice versa, maybe you have a hard time. I have a hard time speaking with someone who's the same gender. 自分の考えとか意見っていうのは取るに足りないものだから。言わない方がいいと感じることがたまにある。My thoughts, my ideas are not important, so I think I'd rather not share. 自分が恥ずかしい。I'm ashamed of myself. 人が羨ましくなったり、嫉妬心が湧いてきたりすることがある。I get jealous and envious of others. 過去をしてしまったミスとか、過ちをよく思い出す。そして自分を責める。I remember the past mistake or failures that I made, and then I blame myself. 孤独をよく感じることがある。I often feel lonely or lonesome. 自分は愛されにくい、愛されるべき人間じゃないと感じることがある。I feel like I don't deserve to be loved. I don't think I'm lovable. 神様が遠く感じる。I feel like God is so far away. 自分にイラッとして自分を叩くときがある。I get so frustrated myself and I slap myself. 生きているのが申し訳ない。I feel sorry that I'm even alive. 死にたい。I want to die. そういう感情を思ったこと、感じたことあるでしょうか。Does any of that statement is how you have felt in the past? すごい暗い雰囲気。Sorry, it's kind of depressing mode right now. 大丈夫です。But don't worry. 大丈夫ですよ。これ全部俺が感じてた自分の体験だ。What I just said so far is how I felt personally. でも大丈夫。こんな風になります。But I can be like this, cheerful, kind of man. はい、か、ね。素敵な画像をちょっと用意しました。And I wanted to show you this picture just to cheer you up. 聖書は約束しています。And then the Bible says that sorrow turns into joy. 悲しみは喜びに変わります。こちら。スライダー。もしでもこのさっき言った中にイエスって思うものがあったら、もしかしたら自分は許されているっていうアイデンティティが揺らいでいるのかもしれません。If any of the statement that I just said earlier resonate with you, then maybe your identity as a forgiven one has been shaken. なぜ自分が許されているっていうアイデンティティ確信が大切なのかっていうとですね。The reason I want to talk about the reason why it's so important to know have to have the assurance that you're a forgiven one. 次の画像を出してもらえますか。I want to share that same the next picture here.自分たちが許されてないっていうその感情を持っていると。Let's say if you feel like you are not forgiven, that's way up at the top. 自分の中に恥ずべきものがあるっていうことですよね。So that's you saying that I have something to hide. I have something that's shameful. 恥を感じる。So you feel ashamed. 恥を感じると。So when you feel that way, feeling ashamed.恥ずべき自分を見られたくない、知られたくないから人と距離を置きたくない。You will eventually feel like I don't want to show like want other people to see me being so ashamed, so I want to create distance with other people. 神様とも距離感を感じる。I want to create distance with God. 人とも神様とも距離感を感じると。So when you start feeling like that, seeing the distance with people or with God, 必然的に愛を感じれない。You can't avoid feeling like you just don't feel loved. 人からも神様からも愛を感じる。From people around you, from God. でも人って愛が必要だから。But we're created to be loved and we need love, right? その愛が必要なところを何かで埋めたくなる、埋め合わせをしようとする。We have to work hard to compensate for it, to fill in the hole, but we gotta do something about it. それはもしかしたら暴飲暴食なんかいっぱい食べたり食ったりする、食べたり食ったり、食べたり飲んだりすることかもしれない。Some people
just eat too much or drink too much to fill a hole. 暴力 とか 怒り で 満たそうと する かもしれない。 Some people try to do it with anger or violence. Gossip かもしれない。 Maybe gossiping. 性的な罪 かもしれないし 盗み かもしれないし。 Could be sexual immorality or stealing. でも それをすると さらに自分が 悪いことしてる っていう自覚が芽生えますね。 But then you start getting involved with those things, then you start to feel like more like you are not forgiven. 自分は足りてない。 I'm not enough. 自分は悪いやつだ。 I'm such a bad person. っていうアイデンティティの方が育ってて、 the identity as a negative identity has been grown. もっと恥を感じるようになって、 and then you feel even more shameful. もっと人から遠ざかって、 you create even more distance with him. もっと愛を感じれなくなって、ぐる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 いくわけです。 And you feel like you never get the love, you don't, you get start with love, and then you go around the circle and then down spiral. だからこの許されているっていうはっきりとした確信アイデンティティがないとこのサイクルが始まっちゃうね。 So if you don't have the identity of the forgiven, that if you don't know that you're forgiven, then you will get into and get stuck in this cycle. 自分が嫌いになって。 You start to hate yourself. だんだんなんか自分なんかいなくなった方がいいと思うようになって。 You start to feel like maybe it's better that I'm gone. 死んだ方がいいかもしれない。 Maybe I should just die. 死のう。 Maybe then I'll just die. 怖い。でも怖い。 But I'm afraid. 引きこもっちゃうね。 And then you do a hikikomori, you just withdraw with everything and you stay home all day. またすげえ暗い風景。でも大丈夫。そのサイクルを今日打ち壊すね。 Today is about breaking that vicious cycle. それが私は許されてるっていうアイデンティティ。 And that is the identity of being the one who's loved. Receive that. So, I want to start with the first point. This week we weren't able to prepare the message note. I'm sorry, but you have a, the postcard thing that you can write down your note. It's kind of creative. You can draw Takeshi's face or whatever else that you need to draw. That's good. The first point, either way. Yes, Christ's 十字架を知り受け取る. Yes, Christ's 十字架を知り受け取る. Please write down no and receive the cross of Jesus Christ. 聖書はイエス・キリストが私たちのために完全に許される 100% 許され受け入れられる道を用意してくださったと書いてある。 The Bible says that Jesus is the one who created a path for us to come to God. それは十字架です。 And that path is the cross of Jesus Christ. 初めて聞く人には何のこっちゃってことですから。 If you hear this message for the first time, you have no idea what I'm going to talk about. ちょっと頑張ります。 We're going to try this. サクッと説明します。 We're going to try to condense it and give the message to you. 前もちょっと使ったんだけども。 And I have used this example before. ちょっとミュージックスタート。 神様が世界を作りますね。そして創世記の1章27節。 Genesis 1:27 it says, God creates man and woman. So, 男と女を作りますね。 So, one woman. Says breathe in the life into the nostril. That breath of life. Represented in the water. Drink a little bit because I didn't put too much of it. はい。
こで次いきますね。So after that 読みます。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよ。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。まあ、これ有名なところですね。食べちゃいけない実っていうのがあるわけです。So in English it says, and the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So there's this tree that the fruit that the human were not supposed to eat. And that's that forbidden tree, right? Without sugar, it's not sweet. It's bitter, right? But those human men or women were tempted by a serpent and then take out that fruit from the tree. 神様が言ってることより私が感じることの方が多い。We think it's more important how we feel than what God says. で、これを食べちゃうんですね。And what happens is they take a bite, they eat it, right? イエイじゃないね。So it's your fault? That's what happens? 嘘とか。So it's a lie. 殺しとかね、なんだろう。殺すとか、殺すって変だな。Threatening lives of others. 他に何かありますか？It could be anything. 夫がムカつく。So frustrated with my husband. なんだ、牧師がムカつく。まあとにかく。So whatever it is. この罪が入って彼らは罪に汚染されたわけです。And sin gets into them, and they're now contaminated. ローマの5章にはこう書いてある。Romans 5 says this. そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。In English, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because of sin. 彼らから子供が生まれます。And they have a child eventually.この子供も罪に汚染された人間です。And from the beginning, this child is contaminated with sin as well. だからずっと私たちにつながって、だから私たちのうちに黒くてどうしようもない何かさっき言ってたけど、がある。And where that's where it starts, and it's no matter how many people that we produce, that's all of them are contaminated, right? And that's the darkness that we carry inside us. All of us, the darkness that we do bad, we are bad inside. おすわりもしないのに子供が嘘をつく。We didn't teach kids to lie, but they lie anyway. 意地悪もする。They become mean to each other. これがあるから人を傷つけるし。Because we have that, we hurt other people. 自分を傷つけるし。Hurt ourselves.争うし、we fight with one another. 悲しみや怒りが絶えない。And then we have this endless sadness and anger all around. だがしかし、however, でもここでグッドニュースですね。But there is this good news here. ローマの5章。Romans 5 says, しかし私たちがまだ罪人であった時、罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられた。In English, but God shows His love for us in that while we were still sinners, just like that, Christ died for us. イエス・キリストは私たちのために、私たちの罪の身代わりとなるために地上に来ました。Jesus Christ came to this earth to take our place, to cleanse us.十字架にかかる前にこういう祈りを祈っています。And Jesus prayed this prayer before he went to the cross. 父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。In English, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will but yours be done. あなたの罪、私の罪。Your sins and my sins. Somebody help me.
It's a lot to drink. It doesn't taste great, but. 난 비묘하지. It's kind of weird, but. 이마말에 난 나로 心の中で考えてた悪い考え。So all the thoughts, the impure thoughts that you had inside. 第一では飲んでくれたのに飲んでくれない二回目。Translator helped on the server service, but she gave up on it. 人を裏切ってしまったこととか。Or in the past, you have hit somebody. Maybe I hear this. 過去の罪。Or past sins. 現在の罪。Or you, there's something you're sinning right now. 将来の罪。Sins that you were going to commit in the future. 言葉で言ってしまった罪。Or the sin.Your words, your actions. So sorry, I'm sorry. I'm sorry. The heart that you just want to forget it out of it, to give up. Sorry, I couldn't help. But Jesus Christ really gave us all of that. All of that.Jesus drank it all and emptied it. そして十字架にかかって全部持ってって。He took it all, went to the cross. 自分のものとして全部処理してくれた。He processed it. He canceled it all as his own. 食べる飲むって面白くないですか？さっき飲んだもの食べたものが自分になっちゃったね。Isn't it interesting how we eat and drink is what we take in? It becomes part of us. この杯は私のものとします。Jesus said that.The cup is mine for me to take. And he drank it. 全部十字架に貼り付けにしよう。And then he just nailed all of that on the cross. ローマ8章1節。Romans 8:1 says, こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.最高でしょ? Isn't that awesome? それが聖書で言ってることでしょ? That is what the Bible says. そうなんですよ。 And it's true. そして And then 先週もあのトルさんが出した御言葉なんだけど第二コリント5章 And this is a scripture verse that Pastor Toru shared last week as well 2 Corinthians 5キリストのうちにあるものは全部言うのねその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。So it says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. 誰もキリストのうちにあるもの。Whoever is in Christ Jesus, 全く新しい。Completely new. キラキラ光る。Shining. 新しくされた人です。New creation. これを受け取るっていうのが最初のポイント。The first point is about receiving that as your own. 多分今頭の中でじゃあどうやって受け取るのみたいな。Maybe the next question that comes to your mind is like, how am I going to do it? どうでしょう。受け取ってますか。Are you receiving it? どうやって受け取るか。How are you going to receive? それが次のポイント。That's the second point. ズバリ。Which is? 謝る。Apologize. そうでしょ? Isn't that right? 悪いことしたら謝るでしょ? You do something wrong, you gotta apologize. そうだよね。Isn't that true? 神様、ごめんなさい。I'm sorry. ごめん、調理みたいな、そういう感じじゃなくて。It's like, it's not a casual, oh sorry, kind of thing. 本当に。Like, really, from your heart. 使徒にはこう書いてあります。Acts says this. 3章。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。In Acts 3:19 says, Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. When you realize that you have sinned, ごめんなさい. You say, I'm sorry. すごく単純. It's so simple.
ごめんなさいすると聖書は何と言ってるんでしたっけ when you repent, when you apologize, what happens? What does the scripture say? 一章九節先週も出ました The, in first John says, もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から全ての悪から私たちを清めてください which this verse was shared last week as well but if we confess our sins he is faithful and just and will forgive us from our sins and purify us from all unrighteousness 謝るからYou apologize. 許されて、あれ許されたってわかる。You're forgiven and then you know that you're forgiven. めっちゃ単純なことなんだけど。It's really simple. 謝って。You apologize. 許してるよっていう声を聞いて。You hear the words that I'm, you're forgiven. 許されているっていう確信が育つ。Then you nurture the assurance that, oh yes, I'm forgiven. 人にも同じです。And that's the same with others, with its people, right? 神様償ってくれたからいいもんっていうのはなしです。You can't just say, God forgive me, so no problem, I don't have to do anything, it's not the point. ダメです。That's wrong, for the record. もしお母さんを傷つけたら、お母さんに謝る。So if you hurt your mother, you apologize to your mother. ご主人を傷つけたら、奥さんを傷つけたら、謝る。If you hurt your husband or your wife, you gotta apologize to them. 本当に誠実に謝ると大体許してくれます。And if you really say I'm sorry from your heart, a lot of times people will tend to forgive you. 聖書にはこう書いてありますね。マタイ3章8節。In the scripture, Matthew says this. 悔い改めにふさわしい実を結びなさい。Says bear fruit in keeping with repentance.これは私たちに意地悪したりとか惨めな気持ちにさせたいとかっていうわけじゃない。God is not saying this to bully us or to make us miserable or anything. 実際に形にするとき、行動に表すとき、言うとき。When we actually shape it, meaning like we act it or we say it with our words. 私たち自身、心も体も体験する、体感できる。Our mind, our heart, our physical body is able to experience that. さっき裏切り者って言ってごめんね。He apologized to me that I'm a traitor. I didn't even realize that he called me that. Not you. I didn't realize it. But anyways, he asked for forgiveness and I'm willing to forgive, so. I don't know what this is. 言ってくれるから分かるじゃないですか。Because she says that I forgive you. That's how I know. 行動にちゃんと表す。You act it. You show it with your action. ライフチェンジでは紙に自分の罪とね、こうしてしまったお母さんのお金を盗んだとか書いて、それを十字架に打ち付けて悔い改めました。We have this ministry called Life Change in our church, and we do this thing that we take a sheet of paper, write down our sins, like, oh, I took my money, I took some money from my mom's wallet or something, and then you put it on the cross, like symbolically, to represent that you put it on the cross. めっちゃいい。You act it. You show it with your behavior. That's really good. 悔い改めのシンボルとして、聖書ではバプテスマ、洗礼を受けるように言ってますね。And the scripture, the Bible talks about receiving baptism as a symbol of our salvation. めっちゃいいです。It's awesome. 洗礼受けたことない人は今年もあるので、あ、今年もあるって全然あれだね。今年も夏に海の日に洗礼式あるので、ぜひ洗礼受けてください。And if you haven't received baptism just yet, and I really recommend you to do it. We have one in July, like every year at the beach. 実際に自分の思いを告白して、水の中に浸かって水を感じて、水から出てきてバーベキューを食べる。You confess what's in your heart, come to God, and you dip into the water, come out, and then eat barbecue. That's 最高です。Awesome. 実際に行動に起こす。実際に謝る、声に出す。You place that into action, like you say it, you do it, you act it, and then you receive that. その中で許されている実感、アイデンティティが育てる。
And that's how you nurture the identity as a forgiven one. However, 私洗礼も受けました。I received baptism. 謝りました。I confess and apologize. だけどなんか癒されてる感じがしない。But then I still have something in my heart that it's not cleared up. そこで最後のポイントです。That's the last point. 最後のポイントは自分を非難することをやめて自分を許し受け入れる。Says stop criticizing yourself and instead forgive and accept yourself. なんで悔い改めてごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ってるのに許されてる実感がないのか。Why is it that we keep apologizing, we keep repenting and asking forgiveness, and you don't feel like you received one? 自分が一番自分を責めてないですか。Aren't you criticizing yourself, blaming yourself? 自分が一番自分が許されていることを認めてないですか。Aren't you the greatest enemy yourself and not letting yourself off the hook? どうでしょう。How's that? 非難する。自分を非難するということはナンセンスです。It's really nonsense. It doesn't really make sense that you keep blaming and criticizing yourself. 聖書にはこういうふうに書いてあるんだけど、面白いことが出てくる。In Revelation, it's pretty interesting. 非難するやつっていうのが出てくるんだけども、It talks about someone who criticizes, who blames. Let's read it. I'm going to read it. こうしてこの巨大な竜悪魔またサタンと呼ばれ全世界を騙し続けてきた古い王兵蛇ね手下もろとも地上に投げ落とされてしまったのです。その時私は天の隅々に轟き渡る大声を聞きました。ついに時が来た。神の救いと力と支配とキリストの権威とが完全に表される時が来た。私たちの兄弟たちを絶えず神の前で非難してきた者が地上に投げ落とされた。In English, the great dragon was hurled down, the ancient serpent, which was in the Genesis as well, called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Then I heard a loud voice in the heaven say, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. And then the next page, for the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. 罪を非難する、過去の罪を非難する、あげつらって責めるっていうのは悪魔の仕事なんです。悪魔がやってることだって書いてある。The criticizing, the blaming, that keeping you on the hook, that's the work of the devil. That's what the scripture said. で、悪魔のやってることを一緒にやるのはナンセンスでしょ? And isn't it? Don't you think it's ridiculous that we keep doing what the devil is doing to us?罪を悔い改めてイエス様のところに持って行って十字架が処理してくれたのに We bring our mistakes and all this darkness we carry around to God. He canceled that all. And then 私の自分の罪をまだ非難してるってことはその十字架は無意味だったって言ってるのと同じことです。 And then you keep still blaming yourself. You're putting yourself down. That's you saying that cross was not enough. 自分は許されてない、許されないっていうことは、さっき読んだけど、第一ヨハネの一章九節、神が許してくれる方じゃないって言ってるようなもんです。So for us saying that I can't receive forgiveness, I can never do it, saying that to yourself.Is saying the same thing. It's saying that in 1 John it says God forgave us then when we confess. That's a lie, is what you're saying. でしょ? Isn't that true? この前トールさんがメッセージでスクーターで違反切符を切られたっていう話があったんです。覚えてますか? Maybe you have heard the Pastor Toru's story about how he was riding moped and he got the ticket.私も3月に違反切符を取られました。I got the same ticket just back in May, March. まあ、トールさんは7000円の罰金だったんですね。
And that Pastor Tor had to pay 7,000 yen. 私は 6,000 円。I had to pay only 6,000. 千の違いが。There's a 1,000 yen difference, right? 僕の方がちょっと軽かったんですけれども。So my sin was a little lighter. まあとにかく違反切符をもらって、それをその罰金を払いに行きます。So anyways, I got the ticket, so I had to go pay, right? で全部払い終わると、その違反切符は無効になるでしょ。And when you pay it back, or you pay, and then they'll cancel your sin, right? だからその警官が来て、But then you imagine this, this police comes to me. まあ多分治んねえからもうちょっと払えみたいな。Oh, you're really bad person. You're not gonna get better, so you need to pay extra 5,000. そうするとこいつ悪いやつじゃん。But then if you imagine that, and that police is a bad guy, right? でも時として神様がこういう人だと思ってる。But don't you have times when you feel like God is that bad cop? もしくは自分がこの人みたいになって自分を責める。Or you take that place, become the criticizer yourself, and you blame yourself. 聖書はこう言ってます。イザヤ43章。Isaiah 43 says this. 一緒に読みましょうか。Let's read it together. 最初の4まで。せーの。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。In English, I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. So, everything is gone, right? Sorry, I can't make that noise. コロサイにはこう書いてあります。Colossians says this.いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。 So 2:14 says, having canceled the charges of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. ということは、 So that means 神様はあなたを責めることができない。God is not able to blame you anymore. 債務証書がないでしょ。Because there is no that word, the sheet of paper that says you're condemned. 全ての罰金は払われた十字架の上で。Every debt was paid. 神様はもう怒ってないんですよ。God is not angry with you anymore. 愛しかない。What's left is love.イエス・キリストが全部飲み込んで、全部引き受けて、全部十字架の上で処理してください。Because Jesus Christ swallowed it all. He took it all in and canceled all that away. さっきの画像出してくれるあの丸いやつに。Let's go back to that vicious cycle one. でも悪魔はあなたを非難して。Satan tried to blame you. あなたの声を使ってあなたを非難して。And they're so evil that they use your own voice to blame you. 自分は許されてないっていう考えを頭に植え込んで、このサイクルに入れようとしている。And they try to plant the idea that I'm not forgiven into your brain, to your mind, so that you can get into that vicious cycle. もうちょっとでも十字架を疑い始めたら、And you start questioning even a little bit about the cross of Jesus. もうオートパイロットでこれぐる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 どんどん落ちていくみたいな。It's like autopilot, right? You start it and then just there stops. You circle and then just spiral down. 皆さん自分にどんな言葉を投げかけてますか? What kind of words you tell yourself? 自分をどんな風に取り扱ってるか、接してるでしょ、自分に。What is that? How do you treat yourself? What is the words that you talk to yourself? 人が失敗をして間違いを犯してすごく落ち込んでいるとき、反省しているとき。When you see somebody else in front of you who made a mistake and then they're blaming themselves. そういう人には愛情を注いで励ますのに、自分には何て言ってますか? You will see that person in front of you and you will be able to give the kindest word to them. But to yourself, what do you do?人には決して言わないような言葉を自分に毎日毎日毎日言ってることないでしょうか? Don't you say words that you would never even speak to other people, to yourself? 多分ね。
just imagining. 皆さんいい方だから。That you all are good people. 自分をせめて少しでも変わりたい、少しでも良くなりたいと思うと思うんですよ。思ってると思うんですよ。You always find something that is not perfect about you, and then you try to improve it by criticizing yourself. 僕もそう。That's what I do. でも自分を責めても本当のところ変われないんですよ。But criticizing yourself is not gonna really change you. 責められる恐怖心から何かが。Because it's the fear, right, that drives so not being criticized. 何か良いことをしたり、何か悪いことをしないようにしても、どっかで自分が演じてるように感じちゃう。And so you do this best wonderful behaviors like any some kind of action that's awesome but then you feel like you're just acting it. 偽善者っていう言葉がなんか湧いてきちゃったりして And then you hear the word hypocrite. また結局このサイクルに入っちゃう。 And then you realize getting caught up in that spiral once again. 次。 Let's go to the next slide. 自分の名前をまず書いてください。 Oh, yeah. And I want you to write down your name.川口たけしはあなたの名前は許されているんだよ。 can be forgiven. 許されているんだよ。 You can be forgiven. 自分に言ってあげてください。 I want you to tell yourself that. と思うでしょ。 You might be like, whoa, what are you talking about? いや、それはちょっと。 I was like, wow, maybe you're taking it too far. でもね、先週トレさんがすごいその御言葉を出してくれたんだけど、ローマの12章。But Pastor Toru shared this Bible verse last week, Romans 12. この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。In English, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. 心の一心によって renew your mind. It's the renewing of your mind, the transformation of your mind, right? 今、自分なんて許されていいの？それは無理でしょうって思う、それを取るのか、いや、聖書はあなたの罪は許されます。神様は許してると言ってます。っていうのを取るか。Are you going to, it's the ultimate choice. Are you going to choose your own voice saying, am I going to be forgiven? No, that never can happen. Or you listen to God's truth saying, you're forgiven. アメリカでね、すごい鬱みたいになっちゃったんですよ。I became this, went to this state of depression. 無意識のうちに自分にものすごいひどい言葉を毎日のように言ってる。Every single day, it's like I was showering myself in this depths of criticism. 非難し続けて。So I was criticizing, blaming myself all the time. で、それがもう毎日何年間もやってたから当たり前すぎて、そういうもんだと思う。And I was doing that every single day for years and years, and I thought that was normal. でも、ある人に勧められた。But then one day somebody told me, 鏡の前に立って、Stand in front of the mirror. 自分の目を見て。Look into your own eyes. 今まで言ってきたひどい言葉を謝りなって。All the awful thing that you said to yourself, you apologize. 不細工って言ってごめん。I'm sorry I told you. I'm sorry I said you're ugly. 頭が悪いって言ってごめん。I'm sorry I said you're stupid. お前は愛されない人間だって言ってごめん。I'm sorry that you're.たけし許すよって自分。And then after that I said, Takeshi, I forgive you. 自分と仲直し。And basically, I reconciled myself with myself. 人は自分を許す分だけ他の人からの許しを受け取る。許す分だけ他の人からの許しを受け取る。When you forgive.When you, the amount that the forgiveness that you're able to give, that's how much you can receive. 神様は 100% 許してる。 God says, I forgive you 100%. でももし自分が自分を 20% しか許してなかったら。 But if you're able to only forgive 20% of yourself,
20% は受け取れるけど他の 80% は気づきもしないし受け取れもしないし味わうこともできない。But the same 20% is that map that you're able to receive the forgiveness of God. And that rest 80% that God is willing to forgive, you don't even notice that's there. You can be forgiven. It's okay to forgive yourself. Jesus Christ swallowed it all in, canceled it out.もう一回のサイクルを出していただけますか。Can you get that cycle done that we were talking about earlier? 自分は許されているというふうに変わったでしょう。Let's say that you start by saying, I am forgiven. そうすると恥ではなくて、ね、自信が湧いてくる。You are able to replace shame with confidence. 人との距離が近くなる。神様との距離が近くなる。And you'll be able to close in that distance with others and with God. もっと愛を感じる。And you'll be able to feel more love. 穴を埋める必要がなくなって、むしろ愛が溢れてきて、愛に行動することができる。And you don't have to fill in the hole. It's already completely fulfilled. So it overflows and share that with others. もっと喜びが湧いてくる。もっと自信が出てくる。And you'll be able to have much more joy, much more confidence.And the love for others comes even more, multiplies. 許しを受け取ると 100% の許しをそのまま受け取ると 100% そのまま許すことができる。 When you receive 100% of God's love, His forgiveness, and you will be able to share that with others 100%. 神様の愛がいつも注がれてる。あなたは本当に愛されてる。His love is showered upon you. It's always there for you. 100% 受ける。And you are able to receive 100% of that. それを受け取ると逆にあなたが強められて逆にもっと変えられる。もっと良くなる。責めるより許しを受け取る方が本当に得る。You are able to receive it. You'll be able to change. You will be different. You'll be transformed. You will be a different person. さっきのね、一番最初に見たケンさんね、連絡してビデオレターを送ってもらいました。Ken, who was sharing the testimony earlier in the video clip, I asked him to give us a newer video clip. どんなふうに変わったか、ちょっと見てみましょう。Let's check out how he's doing now.ハレルヤ、西尾の健です。僕は今福島県の郡山というところに家族4人で住んでます。今36歳で24歳の時にイエス様に救われて僕の人生は本当に変わりました。何の希望もなかったですけどイエス様に出会って希望が与えられてこのイエス様のことを伝えることに命をかけたいと思ってそれから10年と少しになりましたけど神様の導きで震災後から福島県に来るようになってそして今は福島で結婚して家族を持ってそして福島の教会で仕えています。本当に不思議です。家族みんなこんな感じです。今からご飯を食べます。神様は本当に素晴らしいです。イエス様は今日も生きています。このイエス様をみんなで求めてこのイエス様のことを伝えていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。一人ぼっちでいた人が家族と一緒。He was all alone. Now he's with his family. 今福岡で教会。福島で教会開拓して。He is planning new church in Fukushima. 今教会は4人。
and then they have four friend, church members. 데모 本当に 喜んで 愛を注いで 崩壊してます. But they're filled with joy. They're pouring out his love. 人を傷つけ盗んでた人が今愛を注いで与える人が. Someone who was hurting and stealing from others, he became the one who receives and forgives and offers others. He said that he was so depressed, he wanted to give up his own life. He's saying that I want to devote my life to Christ, to share his love. When we receive God's grace as it is into our heart, when we take it in, then it overflows from you. 2 Timothy にはこういうふうに書いてあります。 Second Timothy says this. そこで出てこない。パウロはテモテにそこで我が子よ。キリストの恵みによって、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいっていうふうに言ってます。These are the words that Paul spoke to Timothy. Says, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." 自分を責めて、罪悪感で、恐怖心で、プレッシャーで強くなりなさいと言ってます。This never says that blame yourself, criticize yourself, by fear, by pressure, you become strong. 神の恵みによって強められなさい。 It says, be strengthened, be renewed by the grace of God. 恵みは、許しは、そのまま受け取るときに本当にあなたが変えます。 Grace and forgiveness, when you receive it as it is, it will change you. 一言祈ります。 Let's pray. 天にいるお父さん、あなたの大きな大きな愛を感謝します。Dear Heavenly Father, thank you so much for amazing love that you have for us. あなたは私たちの罪を全部飲み干してくださった。 You swallowed all our sins in. そして十字架に持ってって全部処理してくれた。 And you canceled it all on the cross. 今あなたの怒りはどこにもない。 And your anger is gone. あなたから注がれてくるのはいつも愛と恵みしかない。What's flowing from you is the joy. Thank you, Father. I know we're praying, but I have a few questions that I want to ask. 今自分の中に本当に許されているそういう神様の子供だっていうアイデンティティが揺らいでいる実感がないそういう人いるでしょうか。 Is anybody your identity is shaken? That you're forgiven one and you question his love and forgiveness? 今日この本当に自分は 100% 許されているってアイデンティティを受け取りたい、そういう人いるでしょうか。 Does anybody want to receive the identity as a forgiven one? 手を挙げて教えてもらえますか。 I want you to raise your hand to let us know. その手を胸に置いてみてください。 And that same hand, I want you to place it on your chest, on your heart. そして神様にしばらく聞いてみてください。 And I want you to ask God quietly in your heart. お父さん、あなたと私の間の妨げになっているものは何ですか。 God, Father, what is it that's keeping me from you? What's that in between? お父さん、それは何ですか。 What is it, Dad? そしてイメージしてみてください。 And I want you to picture it, that image in your mind. その示されたものをイエス様のところに持ってってください。 And keep picturing it, that image of whatever that's preventing you from God, I want you to take it to God. イエス様がカップを持って待ってます。 Jesus is waiting for you with that cup. そこに全部入れてください。 And I want you to throw that everything in that cup. そしてイエス様が全部飲み干してくれたのをイメージしてください。 And I want you to picture that JesusSwallows that all, drink it all in. Father, thank you.
方はすべてあなたと私を隔てるすべてを取り除いてくれました。You remove everything that is between us. 大胆に恐れることなく自由にあなたの前に出れることを感謝します。Boldly, without fear, we can just freely come to you. あなたに完全に許され、完全に受け入れられたものとして生きれることをありがとうございます。Thank you, Lord Father, that we can live with complete freedom as the freedom one. もう一つ質問させてください。I have another question. 私は今までイエス・キリストを信じたことがなかった。自分の救い主として受け入れたことがなかった。I've never believed in Jesus, never really accepted him as my savior. でも今日本当にイエス・キリストによって新しい人生を歩めるなら、私もイエス・キリストを受け入れたい。But if I can choose to walk with Christ Jesus today, that's the choice that I want to make. If anybody want to accept Jesus as your own Savior today, please let us know by raising your hand. Let's pray.ありがとう。God, thank you. 今日から許されたものとして生きます。From today on, I will live as a forgiven one. もう自分を非難しません。I'm gonna stop blaming myself. あなたは決して非難しないから。Because you never blame me. あなたはいつも励まし、愛の言葉を語ってくれるから。Because you are someone who encourages me all the time and speak the word of love. 私も自分を励まし、自分に愛の言葉を語ります。 So I will choose to speak to myself the words of encouragement, words of love. 毎日あなたの御言葉を選んでいきます。 Every single day I choose your truth, your words. なぜなら私の感情よりあなたの約束の方が確かだから。 Because your word is much surer than my own feeling. That's what we do. そう、感謝します。 So we thank you, Lord. あなたにあって今日から完全に自由です。 In you, we're completely and 100% free. お父さん、愛してます。 Father, Dad, I love you. これからも愛します。 And we continue to love you.あなたの尊い御名によって祈ります。By your precious name, Jesus, we pray. 皆さん一緒に。Together we say. Amen.